Thank you.
会会長の丸山雅弘毎日新聞社社長がご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。昨日はあいにくの雨のため原発の開会式が30年ぶりに延期となりましたが、今日は晴れとなり、いよいよ待ちに待った原発の開幕です。開会式に入場されたのは、感染防止のため、本日試合のある6校だけでしたが、2日目以降に入場する各校の選手の皆さんは、スコアボードの大型ビジョンの数から参加していただきました。感染力が強いオミクロン株の影響が学校でいう場合に広がったが、参加校はもちろん大会を伝えてくださる全ての関係者の懸命の努力によって今年も大会が開くことができましたことを覚悟で感謝します。こうした状況下で大会を受け入れていただいた地域の皆さんにも重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。さて、コロナ禍はもう2年以上続いています。この間私たちは甲子園という晴れの舞台でプレーをし、それを感染応援することが決して当たり前ではないということを知りました。選手の皆さんは教室でクラスメイトと共に一緒に授業を受け、グラウンドに集まって練習するという当たり前のことができない状況を身をもって体験されました。それでもくじけずに以前に向かって創意工夫をし練習を続けた結果がこの甲子園です。ただあと一歩で行けに届かなかった全国の仲間たち、さらに大会直前になってコロナ感染が分かり無念の出場したいとなった京都国際高校、さらには出場チームの中にも感染のため甲子園に来れない仲間たちがいることも忘れてはなりません。これまでの過去の大会における感染対策の結果、今年の大会は昨年以上に多くの観客に皆さんのプレーを見ていただけるようになりました。アルプススタンドでも3年ぶりにブラスバンドの応援が復活します。ですがこの瞬間も日本の皆世界で困難な状況に直面している人がたくさんいるということを私たちは実は知ってはなりません。今甲子園で試合ができるということに関して全力でプレーをすることによって一人でも多くの皆さんに勇気を届けてほしいと思います。厳しい不況を乗り越えて成長した選手の皆さんがこの甲子園というグラウンドで輝く姿を見ること全国のファンの皆さんと共に私も目に焼き付けたいと思います。頑張ってください。おはようございます。日本科学大臣の末松信介です。本日は甲子園球場において第94回選抜高等学校野球大会が
開催されますことを心よりお喜び申し上げます。選手の皆さん、選抜大会への出場誠におめでとうございます。皆さんは新型コロナウイルス感染症の影響で様々な制約があって思うような活動ができない中、日々の練習に励まれ励まぬ努力を続け、その結果本大会への出場を成し遂げられました。ここ甲子園球場で今日からそれぞれの試合に臨まれる全ての選手の皆さんに対して心より敬意を表します。私は兵庫県の出身です。50年前に卒業した高等学校は選抜に2度出場した野球の名門校でありました。当時多くの野球部員は寮で生活をいたしておりました。私も寮生活をしておりました。2人であげ一緒に寝食を共にした仲間が野球部員でした。毎日練習を終えて戻ってくるのは夜の8時頃でした。その後2時間スケールになって勉強し10時に出勤するというのが規則でした。しかしその友人はそこで眠ることなく、それから2時間部屋の中でバットの素振りをしています。私は新聞紙を丸めた球を彼のためにトスで上げてあげました。今もよく覚えております。それでも同室の友は春も夏も共に甲子園に出場するという夢を叶えることはできませんでした。ここに出場することがどれほどの偉業であるかということを今50年前の仲間を思い出して改めて痛感を出しております。全国の野球部員の思いを背負って悔いなき熱い戦いをしてください。今国内外では紛争や災害が起こっております。平和で安心した環境で試合ができることを我々は感謝しなければなりません。選手の皆さんにはここ甲子園で限界に挑戦する姿を見せることを通じて日本全国の若者や国民に大きな夢と明るい希望を届けていただきたいと強く願っております。最後になりますが、感染対策をはじめ本大会の開催にご尽力いただきました日本高等学校野球連盟、そして毎日新聞社並びに多くの関係者の皆様に心から敬意を表しますとともに、選抜大会のますますの発展を心からご祈念し、私のお祝いの言葉に返させていただきます。九州諸君の健闘を祈ります。頑張ってください。令和4年3月19日文科大臣末松信介。新型コロナウイルスの影響は
まだ続いておりますが、そうした状況の中、今大会の開催にあたりましては、皆様のご理解をいただき、またいろいろとご尽力賜りました皆様にまずもって熱く御礼を申し上げます。全国各地におきましても数々の制約の中でいろいろと工夫を凝らしながら高校野球の練習、試合、そして運営にさまざまな方々がご尽力いただいております。それらの方々にも謹んで敬意を表したいと存じます。甲子園に出場された皆さんはこうして野球ができること、その幸せと喜びを感じながら、また感謝を胸に秘めて、皆さんが日々鍛錬してきた練習の成果をこの甲子園球場で思う存分発揮しようと心に誓っているものと思います。さて皆さん、高校野球とは何でしょうか。以前高野連の会長を務められました斉藤達夫さんはこのように言っておられます。無心の球を無我の境地で追い続けることこそ高校野球の命である。無心の球とは何でしょうか。ピッチャーは相手のバッターを打ち取るために工夫して投げ込んでまいります。バッターはその球を打ち返して、なんとか打ち返して得点を挙げようと努めます。その時自分がいいところを見せようとか、いい格好をしようとか、そういった気持ちはないはずであります。チームの勝利のために無心で投げ打つ、それが無心の球であります。投手が投げた無心の球を、打者が打った無心の球を、野手は無我の境地で追いさばき、アウトを取ろうと努めます。それもチームの勝利のためであります。無心の球を無我の境地で追い続けることこそ高校野球の命である。この言葉を今一度思い起こしながら日々練習に励んでください。そして試合に臨んでください。皆さんがはつらつとしたプレーを期待しております。最後になりますが、この素晴らしい球場を整えてくださいました阪神甲子園球場の関係者の皆様、試合において担当していただきます審判員の皆様、そして大会運営にさまざまな形で貢献していただいている大会関係者の皆様、これから約1週間大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。球場に来ておられます多数の観客の皆様、そして全国各地からテレビ、ラジオ、あるいはインターネットで高校野球を応援してくださる皆様方、皆様におかれましては高校生たちの真摯なプレー、ひたむきなプレー、はつらつとしたプレーに熱い声援と大きな拍手を送っていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上
今日開会にあたりまして激励の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。Thank you.